アサンライズレース第5回楽天銀行杯いよいよ頂上決戦優勝戦です1号艇は福岡の大山千尋2号艇滋賀の川北宏隆3号艇埼玉のあるが達也4号艇滋賀の君島修造5号艇兵庫の金子隆介6号艇福岡の川添英正優勝戦1号艇は大山千尋今シリーズ3日目自身初の逃げを決めましたそして初めての準優1枠も堂々たるイン逃げ披露 さあプレッシャー乗り越え大きな地震へ自身2度目の優勝で決めるか初優勝芦屋フレッシュルーキー1号手、大山千尋今、ゆっくりとスタートラインにへさきを向けます2コース、年末年始連覇、今季7点ペース勝負強さ、覇気となるか2号手の川北宏隆3コース、予選トップの君島破って1着優勝プロ10年目悲願の初優勝なるか3号手の有馬達也 引っ張っ張た4コース、4枠での戦い、シリーズリーダー君島修造、足屋連覇狙います、5コース6十日間のフライング休み明けバースデーシリーズ、ファイナル進出です、5号艇の金子龍介、そして地元というアドバンテージがあります、6号艇の川添秀正、大外、枠なりインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スス。ターートしましまた。優勝戦第12レース ただいまのスタートにおきましてフライング艇がありますお手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちくださいなんとスタート波乱となってしまいましたお手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちくださいこのレース1号艇の大山千尋はフライングのため欠場ですまた3号艇のあるが達也もフライングのため欠場です1番3番に関する投票権発売額と同額で返還いたしますどうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください スタート大波乱となってしまいました優勝戦の第12レースそんな中先頭はシリーズリーダー4号艇の君島修造ですその後ろ2番手は5号艇の金子2号艇川北の接戦西の一幕2番手先行するのは5号艇の金子6号艇川添を回してからの差しハンドル2号艇の川北届きませんでした5号艇の金子龍介2番手2号艇の川北3番手最高方が6号艇の川沿い秀正 このレースは1号艇の大山千尋3号艇のルガ達也1番、3番はフライングのため返還欠場お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちくださいレースはこれより最終周回ラスト1周となりました優勝戦の第12レース先頭に立ったのは4番の君島修造です近況ユースラッシュ今シリーズピンラッシュ11戦8勝での優勝となります そして2番手が5号艇の金子龍介3番手が2号艇の川北博隆ですなおこのレース1号艇の大山千尋3号艇のルが達也フライングのため返還決勝お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください上位の体系は4番、5番、2番ですこの4号2変換艇を差し引いた3連単大津は5.6倍です芦屋2連敗4号艇の君島修造優勝の五輪5番金子五輪 2番川北五輪、6番川添五輪、以上4点ゴールインしました。